現在京都文化博物館で開催中。古代カルタゴとローマ展、朝声声が展示品にまつわるクイズを出題。さてこのヴィーナス像の首から下は何をしているところと言われているでしょうか。では正解をイラストでお願いします。はい、はい、あるでしょうか先生。はいはいこれヴィーナスですか。これなかなかですね。なかなかいやいやいや、これアジアの隅田ですよこれ先生書いてます。難しいですよ、お待ちくださいね。水浴びちょっとこうして書いた方がいい。そんなんやったっけそれ温泉のマークじゃないですか。そうそうそう、実はこれは入浴のシーンを表してると、よく下は入浴シーンになっていたと言われてる、はい、これ入浴シーン。これはちょっとあまりこんなんじゃなくてもうちょっとこうなんかこうならへんかな。いやもう無理ですよ、こっからはどう書き足しても無理です。先生の絵はさておき、正解は入浴。当時同じタイプのヴィーナス像がとても流行っていたため、頭部だけでも推測できるんだそうです。ちなみにこちらは入浴シーンではありませんが、モザイクに描かれている女性のような姿だったと言われています。とりあえずこちらはですね、展示するということにしましょうか。展示しましょうか。意地悪やめません。はいはい、南作という。入浴か、はい、近いですね。ということで、そうですね、夏希ちゃんが一番近かったですね。夏希ちゃん近いんです、入浴って。お風呂に入る前でタオル持ってるんですよ。なるほど、まあ、なんかお風呂に入る前、逆にタオル持たへんけどね風呂上がりやけどね、うん、逆にリンゴ持つこともあるよねあんまりお風呂場でリンゴ食べようみたいなこともない。ない。泣きにしもあらずじゃない。人生ゲームにもお風呂入るなんて下りもあったりありましたね、はい、でも南先生のトークが聞けるチャンスというのが実はありまして、3月26日金曜日の午後6時から京都文化博物館学芸員の南さんによるギャラリートークが開催されます、はい、当日の入場者であれば事前予約なども不要ですので、はい、ぜひ皆さんなんか独特の語りを聞いていただきたいと思います。ドラムラインライブジャパンツアー開催決定。生で感じる未体験のビート、驚異のマーチングバトル、大反響を呼んだステージが関西初上陸。天才的なドラムテクニックを持つ主人公を中心に若者たちを描いた青春映画ドラムライン。映画をベースに迫力満点のパフォーマンスを繰り広げるエンターテインメントショー、それがドラムラインライブ。とにかくじっと座ってちゃダメ。ビートの嵐に魅了されること間違いなし。アフリカンドラム、モータウン、ゴスペル、スイングジャズなどブラックミュージックの名曲の数々が登場。パワフルなビートやダンスのパフォーマンスが縦横無尽にステージで炸裂。最高にご機嫌な時間をご一緒に。破天荒なパワーにあふれたノンストップショーにどうぞご期待ください。うん、面白そうですね。はい、そうですね。ドラムライン。はい、昨年東京で来日公演を行って、わずか1週間で2万6000人を動員した驚異のステージです。はい、関西上陸は初めてということになりますね。面白そう。子供たちも乗ってましたね。ねえ、可愛かった。可愛かったですね。映画もあったね、確かに。昔、はい、2004年ですか。はい。面白そう、これは、うん、ちょっと楽しい気持ちになりそうですね。そうですね、もう誰もが知ってる往年の名曲から最近のヒップホップや R&B まで、うん、もう絶対に好きな曲が入っている、なんだと叩けるんですね、やろうと思えば。そうですね、で陣内さん多分好きだと思うんですけど、うん、その演奏しながらのこう対決スタイルだったりとか、それも取り入れながら、はい、いや、こう面白そう。そうですね、うん、見ているだけでも本当に楽しめる、はい、大興奮のステージドラムラインライブ、ぜひその迫力を生で体感してください。さあ劇団新幹線の最新作、はい、新幹線 RX バラと侍、いよいよ今週末からチケットの一般発売が始まります、はい、ね、かっこいいですね、古田さんのイラストも、ね、そして、はい、天海さんも、はい、お綺麗ね、うん、さあ今回は主演の、うん、天海祐希さん、そして古田新太さんに劇団新幹線大好きなアナウンサーが直撃しました、はい、こんばんは、劇団新幹線の大ファン藤本恵子です。劇団新幹線大好き藤本アナが主演の古田新太さん、天海祐希さんを直撃。まずは2人が演じる役柄について聞きました。
今回もゴレモン役ですけれども、役としては全く同じキャラクターですか？そうですそうです、うん、一見サランプランに見えるけども、はい、男気のある腕っぷしの強いバカチンっていう感じの、うん、ちょっとセクシーなね、男性としての色気もありますもんね。そうですそうです。天海さんの役柄っていうの、女海賊。そうです、女海賊ジャック・スパローみたいな、うん、かっこいい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 海賊。でもそれがある事件きっかけに王女様だったっていうことが分かって、そっちも海賊と王女様とどっち取るかみたいな、まあまあ話しちゃうともうそれでもう話終わっちゃうんでもいいし2人のそういうシーンの中でここはちょっと注目してほしいみたいな、天海さんとそういうちょっとほのかな恋心みたいな ねちょっとね、そういうシーンがあると思ってたらね、はい、結構ね男と男の友情みたいな握手でお別れみたいな、そうなんか元気でなみたいな、ああそう、まあそこで、まあ、これからですけど、ね、まだそのシーンはやってないんで、うんうん、僕は軽くキスしようかなと今回の注目は何といっても天海さんのコスプレ。自分自身ではどう感じているんでしょう？ご自身はあのコスプレはお好きなんですか？いえその辺は特にもう十分も昔やってきましたのでと言いつつも、他にやってみたい役を聞くと意外なことを。そりゃやっぱりさやかちゃんじゃないの、私にするなら。そうなんだ、ね、あら意外あら意外、かわいい、かわいらしい、ふわふわの女の子らしい、はい、キャピキャピです。そうです、ね、役柄が、はい、どうしてその役ないでしょ、お姫様ふわふわなピンクとか白とかね、あもうなんか、まあ、一応ねこう一生のうちで1回ぐらいはね憧れはねありませんか？ありますよ ね基本王子様なんで、ね、そうそうですねやっぱり何ここで陣駒に対してお怒りの2人、その訳は？やったことない。毎回あの陣内くんも健吾くんも見に来て、で楽屋来てねって言って一回も来ねえんだよ。行ってないね。あ、まあ、陣内くんはあの前の奥さんと一回でそれ来なかったことですよ。もう一回も来ないんだよ。へえ。天海さんからのメッセージ、健吾さんしっかり聞いてください。健吾ちゃん、はい、来るよね？はい、待ってるから、待ってるからこれで来なかったら大問題です。そうですね、これ来なかったら行ったかどうかちょっと調べさせていただきますそちらでも一度陣内くんだから前の奥さんと来たのやめいや行ってるんですよ僕、うん、行ってるけどなんか楽屋に行くまではなんか申し訳ないと思って、はい、だからいやお前行ってんやんけお前とちょっとやめて、古田さん僕は言ってるんですよ、言ってるから楽屋に、まあ、状況としてノーカウントになってるまあでもそうか、まあ、ノーカウントしといてもらったからお前さんどこ寝てますよ、お前ほんまいかんとお前あかんで、ね、あれはうん、いけへんのまた来週いや終わらへん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 いやでも絶対面白いよ、8回行きますじゃあぜひ行かせていただきますね、そうですね、前回ご覧になった方も、はい、石川五右衛門が今度は17世紀ヨーロッパに行ってしまったという、うん、全く違う舞台設定になっておりますので楽しめると思います、うん、はい、今週からチケットの一般発売が始まりますので、プラチケでは最後の先行予約になります。どうぞ頑張ってチケット手に入れてください。夏希のプラステーション、極限の騙し合い、勝つのは誰？以上夏希のプラステーションでした。はい、本日はですね、まず古代カルタゴとローマ展、はい、で面白そうなね、うん、なんか歴史を感じる、はい、ね、ローマ展やってますから、はい、そして楽しそうなドラムラインライブ、はい、これもまた僕たち結構ドラムラインって言うことが増えるでしょう、そうですね、これから、ね、はい、ご紹介していきます、まあ、僕なんかもうバラと侍にしか聞いてないし、ね、もうこれはもう行かないとね、はい、天海さんが直々に来てって言ってることがないよ、そうです、そうです、そうですよ、そうでしょ、うん、で楽屋も行きましょう、僕も古田さんにお会いしに行きますんで、そうですね、今回一人で、はい、いてください、ようやくカウントさせてもらいます、ね、はい、はい、ということで、皆さんまた来週お会いしましょう、さよなら。つまらない服を着ているとつまらない人生になるわよ。リアルクローズが待望の DVD ボックスになって登場。ドラマ全11話に加え特典映像も満載、ただいま好評発売中です。今週はリアルクローズ DVD ボックスを3名様にプレゼント。皆さんどしどしご応募ください。